マティアス・ルエダは、アルゼンチンのプロボクサー。タンディル出身。コンビネーションを軸にした強打と、タフさを武器に激しい打撃戦をする選手。トレーナーは、エドワルド・サラザー。2011年12月10日、ルエダは、プロデビューを果たし、初回小勝ちを収め主力星でデビューを、飾った。2012年3月10日、ディエゴ・アルベルト・チャベスと対戦し、4回3から0の、判定勝ちを収めた。 2012年7月13日、ローマン・ルーベン・レイノソと対戦し、初回2分51秒小勝ちを収めた。2012年9月8日、ルーカス・ラファエル・バイスと対戦し2回35秒小勝ちを収めた。2013年2月9日、ファン・カルロス・ロドリゲスと対戦し初回小勝ちを収めた。2013年3月23日、ラモン・アルマンド・トーレスと対戦し5回小勝ちを収めた。 2013年6月21日、ファンラモンソリスト WBO ラテンアメリカフェザー級、王座決定戦で対戦し3回1分、TKO 勝ちを収め王座獲得に成功した。2013年8月9日、ディエゴ・ダニエル・テジェリーナと対戦し2回2分21秒、TKO 勝ちを収め初防衛に成功した。2013年9月7日、ラモン・エリゼール・エスペランサと対戦し4回、 tk o 勝ちを収めた。2013年10月18日、ディエゴ・ダニエル・テジェリーナと、ファブ・アルゼンチン・フェザー級王座決定戦で対戦し6回、tk o 勝ちを収め王座獲得に成功した。2014年3月8日、ホル・ヘルイス・ロドリゲスと対戦し7回 tk o 勝ちを、収め初防衛に成功した。2014年11月22日、 ガブリエル・オズワルド・オベジェロと対戦し3回小勝ちを収め WBO ラテン・アメリカ王座の2度目の防衛に成功した。2015年1月25日、ギレルモ・ーズワルド・ソロッピと対戦し3回2分7秒小勝ちを収め3度目の防衛に成功した。2015年4月25日、ウォルター・カスティーヨと対戦し4回 TKO 勝ちを収め4度目の防衛に成功した。 2015年7月11日、ジミーア・ブートと対戦し5回 TKO 勝ちを収め5度目の防衛に成功した。2016年1月16日、レアンドロメンデスピントと南米フェザー級王座、決定戦で対戦し8回小勝ちを収め、王座獲得に成功した。2016年4月2日、ネストール・ウーゴ・パニアグラと対戦し3回2分2秒小勝ちを、 おさめ WBO ラテンアメリカ王座の6度目の防衛に成功した。2016年7月23日、MGM グランドガーデンアリーナで、テレンスクルフォード VS、ビクトルポストルの前座で、ワシル・ロマチェンコが WBO 世界、スーパーフェザー級王者ローマン・マルチネスに、王座座位のまま挑戦し、世界最速の2階級制覇を達成した後に、返上仕組となった。 WBO 世界フェザー級王座決定戦で、WBO 世界フェザー級1位で、ナボ北米フェザー級王者のオスカルバルデスと対戦したが、2回に、左ボディアッパーで二度ダウンを奪われて試合終了。初黒星となる2回2分18秒 TKO 負けを、キッシュ王座獲得に失敗した。ありがとうございます。